エンジョイパチンコライフ。ピーマンズ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆さん、こんばんは、ヘイテンちゃんでーす。今日は神奈川県茅ヶ崎市にありますガオ茅ヶ崎店さんに来てます。前回のね、ヘイテンちゃんは惜しくもね、ボーナスプラスやる手を打ったんだけど負けちゃったので、今日もね、もう何回も言ってるけど、いつものね、もう500倍ぐらい気合い入れてきました。それでね、今日なんとね、こんなね、いつも負けてるね、私のためにとっても可愛いね、人がね、応援に来てくれたの、ちょっと呼び込んでみますね。ガオくん、あ、来たここのね、ガオ茅ヶ崎店さんのイメージキャラクターのガオくん、そしてガオくんのね、ぬいぐるみなんですよ。なので今日はちょっとガオくんのパワーを借りて絶対勝とうと思うので、画面の前のみんな、いつも通り応援よろしくお願いします。あ、ほらね、ガオくんもね、あ、なになに乗っていいってこと？いいの？重いけど OK。 ちょっとえ、あ、こんな感じ、あー、行くよ、せーの、あー、行ってきます、みんな応援してね。入店入店。はい、それではやってきました、ガオ茅ヶ崎店さん。こんな登場シーン初めて。え、悪いね。じゃあ早速店内の方見ていきましょう。ありがとう。はい。じゃあ早速まずね、初めに、お、ジャグラーの島ですね。ジャグラー、あ、すごい、36-29だって。ジャグラーがある、まだね、打ってるお客さんいるけど、早速入ってすぐはジャグラーコーナーですけど、まあその閉店ちゃんはもう ANT しか打たないってね、決めてるから、ジャグラーコーナーは閉店くんにお任せしたいと思います。そしてこっちが、お、私が前回ね、負けちゃった創生のアクエリオン2のコーナーと、すいません、あとは北斗の拳新アニメ社ミリオンゴットンのコーナーですね。ゲーム数もちょっと見ていこうかな。ないね。よし、次次。できればね、できればっていうか、ボーナスプラス ART の台打ちたいので、あ、鉄拳セカンドなんかもあるんですね。モンスターハンターもある。何がガレーゼロ、あ、メゾン一刻もある。これね、よくね、好きで打ってたんですよね。花のケージあって、マクロ触って、ブラックラグーンあって、おう、ブラックラグーンあってとか言って、今普通に流しちゃったけど、ブラックラグーンあるし。ブラックラグーンでもいいな、ね、ボーナスプラス ART 結構たくさんありますね。ガオさん、いい感じ。鬼の城、鬼の城ね、とってもね、面白いって聞いたんですけど、私ね、まだね、打ててないんですよ。ゲーム数もいい感じのゲーム数ないから、ちょっと初心に帰ろうかな、じゃあ。ブラックラグーンいっちゃおうかね。過去2回しかね、まだ打ってないから、ブラックラグーンにしよう今日は。ちょっと第1回目のね、あの輝いてた頃の私をちょっと思い出そうかな。どっちがいいかな、こっち。こっちにする。決まり。じゃあ今日は久しぶりにブラックラグーンで、マーサの閉店ちゃん行ってみます。頑張るよ。はい、それではマーサの閉店ちゃん、今日は久々に私の大好きなブラックラグーンで行ってみたいと思います。頑張るよ。この台今ね、867ハマってるんで、ちょっといい感じにね、ボーナスポーンってね、引けちゃえばいいんだけどな。そう、最近ね、ずっと負け越してたんで、ちょっとね、初心に帰って、最近自分の閉店ちゃんの動画をね、全部一から見直せたんですよ。あ、スイカかな、あれ、スイカじゃない、弱酸詰めだ。まあそうだよね。そうそう、昔のね、自分の古い動画を全部最近
見直してたんですけど、うん、確かにね、1回目と2回目までのあの引きはね、おかしかった、うん、あれはね、自分でもちょっとね、びっくりした、あの頃は輝いてたなって思いました。そう、ちょっとあの頃のね、感覚を今日ちょっと取り戻そうかなと思って、クラクラ軍にしたんだけど、あ、シャン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 だって。あ、熱い、熱いよ。ちょっと待って、コインなくなっちゃった。100枚目。今日チャンス目は熱い。わあ、あ、入ってない、ダメだ、お、あ、ジャクセリーだ、150枚目、大丈夫、あと4分もあるよ。いやでも私じゃなくて平天くんとかもね ART 打ってる回とか全然ねあるのに、平天くんねすごいちゃんとプラスになってるんですよね、たまに打つの ART の時とか本当すごいなって思う。あ、追加かな、あ、熱い熱い、今日滑る滑る、熱いよ、お願い入ってて、リプレイ、よしよしよし、まだわかんない、熱い、はい、こちらラグーンショック、やった、あー違った、レギュラー、なんだろう、ちょっと待って、そのまま揃っちゃおうかなって思ったんだけど今、とりあえず当たった、赤ビッグではない、あーするか全部外れればいいんだよね、これ確か全部外れたらバレットバトルが確定するはずなんだけど、当たっちゃった、もう、惜しい、もう50枚わーでも引けた引けた、すごいすごい、惜しかったな、あ、おしまいですか、あ、おしまいだって、ラストゲーム、はい、こちらラグにしようか、終了ってことで、そう、残ったコインを、しては、これだけだけど残ったコイン流しに行ってきます、はーい、何枚かな40枚だってというわけで、残ったコインはメダル40枚でーす、実戦終了はってことで、今日のマーサの閉店ちゃん大好きなブラックラグーンを打ちまして、投資枚数が150枚の獲得した枚数が40枚ってことで、マイナス110枚だったんですが、でもね、もう引けたからもう本当に満足です。もう最近はもうずっとね、ボーナスプラス ART の台を打っても何も引けないで終わっちゃったりとか多かったので、今日はねレギュラーも引けたし、なんか子役すごいめっちゃ引いた気がする、あの共通ベルとかも確かあれね1000分の1とかの確率なんですよ、確かね900何分の1とかかな、ね、よく引けたなって思いましたね、レギュラーだったけどね全然満足、まあ、今日のね感じを生かして、次回の閉店ちゃんも次はプラスになれるように頑張りたいと思います。そして今日ねお邪魔させていただいたガオー茅ヶ崎店さんなんですが、実はね私7月にねガオーさんの
別の系列の鶴見店さんに来店の方が決定してますので、こちらの方はお店のホームページまたは私のブログの方で日付の方を告知しますので、ぜひぜひチェックの方してみてください。というわけで今日はね、負けちゃったのにもかかわらず、なんだかすごい清々しいね気分で終われました。なのでこの調子でさっきも言ったけど、次回の閉店ちゃんも頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。またねー。